雨粒石原敦そろそろさみだれの季節がやってくる同じく雨ではあっても不思議に季節や環境によってその感じは非常に違っているそれで我が国では雨にいろいろな名前が付けられている春雨さみだれしぐれ秋雨夕立きりさめ小ぬか雨 その他にもなおあるであろう。そういう雨のいろいろな感じの中には、雨の音がかなりな役目を働いている。さみだれの静かに降り注ぐ音とか、夕立ちの激しく物を打つ音とか、音もなくひっそりと濡らしてゆく小ぬか雨とか、みんなそれぞれの趣を備えているのである。物静かに、 雨の音を聞いているといろいろな記憶が心の中によみがえってくるのも一つの懐かしげな風情であるところでちょっと見方を変えて雨というのはたくさんの水粒が空から生まれて地上に落ちてくるものだと考え出すとあたかもそれらが人間の運命を象徴しているようにも思われるこういう水の粒にも いいろろののの大いさのものがある目で見ると雨は普通に細い線につながって見える雨の落ちるのはそんなに早いのではないがそれでも人間の目はその粒を見分けるわけにはいかないそこで雨粒の大いさを測るのにはどうしたらよいか気象学ではそのためにちょっと面白い方法を使っているそれは 雨粒のの落ちるのを吸い取り紙で受けて、紙の上ににじみ広がる面積を測るのであるそれから別に半径の分かっている水粒を同質の吸い取り紙ににじませてその面積を雨の場合と比較すればこれから雨粒の多いさを知ることができようというのであるこの方法は科学的にはさほど精密だとは言い難いが 雨粒の大いさなどは、個々にそれほど精密に知る必要はないのであるし、大体の平均がわかればよいのだから、これでも十分に間に合うのであろう。私がそれを面白いというのは、雨が何事もなく落ちている間は、人間の目でその大いさなどははっきりとわからないのに、紙で受け取るとそれがはっきり見えるようになるということである。 生きているうちはさほどとも思われない人間が死ぬと急にその偉さが世間に認められるということなどもこれと似ているすべて物事はこれと同じである大した変わり方もなく続いている間はそういうことがあると承知していながら人間はとかくぼんやりと見過ごすだけであるそしてそこに何かの事変が起こると 初めてその正体を認めて、今更のように慌て驚くことすらある。また、病気などの場合でも、体の中に潜んでいる間は、たとえ自分で承知していても、まあどうにかなっていくと、大して気にも留めずにいるが、それが何かの反応を起こすようになると、これではならぬと、今更その重大さを気にするようになる。これらは 人間のの通勢で仕方のないことだとだ言ってしままえばそれまでである。しかし事の起こらない先にその赴くところをはっきりと見極めることこそ社会や人生やその他全ての仕事にとってどれほど大切であるかわからない「雨粒の多いさを吸い取り紙で調べる」などはいわば昔風な観測法である。 もっと近代的な方法としては雨粒の落ちているのを瞬間的に写真に撮ればよいそうすれば大きさもわかるし形などもはっきりする普通に人間の目がぼんやりと見過ごしているのを写真はもっと鋭敏に記してくれるつまり何事に対しても表面的な感覚的観察に終わらせることなしに もっと科学的な方法をそこに利用することが必要なのではないか雨をただ直線的に降るものとのんきに見ているだけではいけない何かしら大事なことだと察したならそれをできるだけ科学的に突き詰める近代的な方法を講ずることが大切なのであるこの頃の流行り言葉で言えば認識というのであろうが 写真のレンズが歪んでいると飛んだ間違った認識を結果しないとも限らないからそれも十分に注意しなくてはならない雨粒のようなものは直接に写真にとってその形を見ることができるけれどももっと小さいものになるとそれができなくなる例えば物理学で取り扱う放射性物質からの放射線のようなものである これらも雨粒を吸い取り紙で受け取るように何かの物質に当ててその作用で調べることはできるがこれでは途中のありさまがわからないそこでウィルソン切り箱というものを使って巧妙な方法でその道筋を写真に撮ると途中の通路がはっきりわかるウィルソン切り箱というのは 物物理学の書物を見れば説明してあるが、つまり水蒸気を過飽和にする一種の装置でその中へ放射線を通すとそれが通過した場所にはイオンができその周りに水蒸気が凝結して水粒となるからこれを写真に撮ると放射線の通路が示されるのであるちょうど雨粒を糸に連ねた格好でこれもあながち 雨粒の話とと縁がなないい。は言われないこのウィルソン切り箱の方法というのは説明を聞けば何でもないがいかにも巧妙なものだと言わなくてはならない放射線を作っているアルファ粒子だとか電子だとかはどんなに小さなものであるかは物理学ではっきり分かっているそんな目に見えぬ小さなものの通路を 写真に見せるなどということは実に驚くべきことだと思われる。そこで普通にはとても正体のわからないと考えられる事柄でも何かの工夫をしてせめてその輪郭をでも明らかにするということがこのウィルソン切り箱のようにできたなら実に素晴らしいことではあるまいか。雨粒を見ながら私はこんなことをいろいろ考えていた。 この頃のように世間の人心が何かしら不安に襲われているときに衝撃に突き当たるまでぼんやり待っているというだけではまことに心細いものである。それから今ではどこの学校にも試験があって試験間際になると学生がしきりに頭を悩ますのであるがこれもちょうど雨粒の大きさを吸い取り紙ににじませるようなものでそんなことをしないで。 普段から何かもう少し賢明な方法で学力を調べるようにするのが近代的な教育であると私は思う。雨粒の実になってみれば足元に吸い取り紙が見えてから急に騒ぎ出したって本当に目のある人から見られたらそれはいかにも愚かな仕業に移るであろう。